いつもご視聴いただきましてありがとうございます。前回余計な、いや余計じゃないですよ、これはサブフレーム化するのに、あとバンパーがぴったり同じ場所でつくようにということで、こうすることでバンパーは歪まないし歪まないって感じで、とりあえず横に、発泡リタンを注入してダムを作った後に流し込むっていう作業ですね。で上からカーボンカバーをかぶせるとちょっと、凝ってるみたいに見えていいかなと思いました。ここ一本足なんですよ。だから軽でほとんど一本足じゃないですか。普通車のねキャンピングカーの方は二本足なんですけど、一本フレームなんですよ大体。でこれがどうも気になってて、だからここを三角のカバーにしてっていう感じですね。でボディもある程度これでサブフレームでちゃんと使えると思います。一応補強という意味では、成し得てるんじゃないかなと思います。まあ、イメージ図は後に出すんですけど、こんな感じなんですが、これと一本足寒いんですよね。まあそんな感じでやっていきます。最終章16サブフレームエアロ。それでは発泡リタンしたとこをまたノコギリで切っていくということで、ここも急いで飛ばし飛ばしの作業にしてます。だいぶ端折ってますね。で切削した後もう一回毛がいて、左右対称に削っていかなくちゃいけないんで、あとテーパーですね。テーパーにしないとあのえらい目に遭いますんでね。でこんな感じでとりあえず三角の造形ができました。でここに FRP を貼っていきます。そうすると下側には肩が抜けるんで、まあ、あの楽になりますね。でここからいらん部分を切除していきます。でこの部分が邪魔になるというのは、あの当て板をねちょっとしとかないといけないんですよ。であとここ溝切りをしてます。ここにパネルがはまってぴったりと合うように、で最後リベット止めを横からすることでブラックボックス化できるのではないかなと思います。ちなみにこの中にセキュリティを入れようかなというふうに一応考えてますね。丸見えなとこだと捉えちゃったりするじゃないですか。だからこの中にブラックボックス化して入れようかなと思ってます。一応全車標準装備っていう感じでね考えてます。で当て板をしていく。そして発泡リタンに FRP を貼る作業。ここもタルク本当は入れた方がいいんですけど、巣穴全くないんでこういう場合はいらないです。まあちょっと何回も説明してると思うんですけどね。であとここファイバーめっちゃ苦戦するとこですよ。めっちゃ端折りましたけどね。よっしゃ、できた。この段差はウィンカバーが乗っかった時に辛い位置になるようにねするカバーです。あの段差ですね。よっしゃ。でここの上に三角のカーボンカバーが乗ると。よっしゃ、終わった。おお、見栄え全然違う。よっしゃ、見栄えもいいし、という固まったんでいい感じで、この段差がついてるから歪みもね、肩歪みもだいぶ防げるのと、上にカバーがついてこれと共締めすることで綺麗にこの辺見せれるんちゃうかなと思います。ぴったりやな。で一応トリミングとかヤスリペーパーをしてパテがきちんと乗るようにしておきます。あと邪魔な部分の切除ですね。邪魔な部分があるとあのパテ盛りするのにすごくやりにくいんで、こういう感じでやってます。でタガネで叩いてちょっとずつボディに傷をつけないように切除するという技ですね。である程度成形したらパテを入れていくんで、この段階である程度のね形は出しておかないと後で苦戦します。ちなみに次使うのはブラックパテなんで、ある程度あの形が見えやすいです。さあ、それではパテ盛りをしていきますよ。
そしてこれは一応型取っていく段取りになると思うんで、今回は樹脂を多めでブラックパテを作っていきます。まあそういう感じで、割れやすくなるけど研ぎやすいのが、樹脂を減らすみたいな、まあ手作りパテですね。でこれが固まった頃に切削をしていきます。今回樹脂がたくさん入ってるんでちょっと研ぐのは大変なんですが、割れることを思ったらこっちの方が断然いいです。で右をやったらさすかさず左をやっていくということで、これである程度見えました。できたらこれでテープを剥がして完了です。よっしゃ、さあじゃあ削っていきますか。それでは黒パテを研いでいきます。まあちょっと硬いですけど、これで割れることはないので安心して削っていきます。あ、とにかく邪魔くさくてももうコツコツラジオでも聞きながら削るのが本当にミソですね。慌てると本当ろくなことないんで、もうこれはマイペースで頑張るしかないです。ちなみにこれ削ってる動画は2時間ぐらいあるんですけど、ほぼ17秒ぐらいでなくなりました。そんなもんです、動画編集って。シリコンで脱水しときますわ。シリコンフレで乾いたらパテ盛り。さあパテ盛りしていきます。髪もしゃもしゃや、汗だらけでね。よしやるで。それではパテをまた入れていきます。今回はポリパテを入れます。これは柔らかくて、成形用ですね。で固まったらまた研いでいく作業が始まります。パテ成形をしていきます。これも左側をパテ盛り完了したらとりあえず一旦乾かして、そして研いでいくっていう作業ですね。じゃあこれでパテ成形終わりました。バッチリ。よし、あと1回かな。でこれごとゴソって取れる感じになりますね。あとはもう車両から外して板金していきます。ここから何回も取り付けていったという繰り返しになるんでね。さあ今日も削っていきますか。いや毎日パテ盛りしては削ってるじゃないですか。苦痛とかじゃないんですけど、ちょっとめいりそうですね。ただ僕は諦めませんよ。それではボーリパテをまたやっていきます。そういえばですね、もうこの後削りはスキップしてますということで、いや毎日投稿の本当しんどさを痛感しましたよ。まあそんなことで、ただ作業がめちゃくちゃ進んでいるんで、いや僕的にはもう良かったなと思います。たまにはこういう再生回数度外視っていうのも大事ですからね。でいらんとこ切除していきます。もうだいぶ形も見えてきて、塗装が待ち遠しい。それに向かって今行ってるところですよ。とにかくこれはモチベーション維持が大事です。モチベーションにはコツがあります。それを後日お知らせします。よっしゃ、形も見えてきましたね。もう一息やな。よっしゃ、あとパテ一回で大方決めたいな。さあそれでは黒パテでも作ってやっていきます。そう、後日って言うんですけど、モチベーションのコツは、結果にこだわりすぎないっていうことはすごく大事で、これ再生回数気にしたら大体モチベーション続かないんですよ。でもこれって目的は完成させることなんで、再生回数じゃないんですよ。というわけでね、とりあえず
このままのモチベーション維持で最後までやりきりたいと思います。それが僕の証明だと思っているんでね。というわけで黒パテをして削りに入っていくまでちょっと休みます。よっしゃ、パテ入った。カットこれを成形したらほぼ終わりですね。 OK。 さあもう一回研いでいきます。こっからはまあスキップかな、うん、とりあえず削っていきます。やったぞやったぞ。ということでとりあえず全部削り終わりました。で今から水研ぎでやっていきますよ。水研ぎした後に一回またブラック入れて、ラインだけ出して、である程度決まったら外します。そう、次がですね水研ぎをしていきます。これはもう細かいペーパーでね削って表面の凹凸を鳴らしていくっていう作業ですね。この後水切りをして、黒に塗装をして、でラインテープを引いて形を見る、見た後にエアロをいよいよ外す作業に入っていくということで、長かったですね皆さん。ここまで1週間以上かかりましたよ本当で、綺麗にします。よっしゃ、形状もできましたね。あとは乾いて塗装をするのが楽しみですよ。黒く塗ったらシルエットもはっきりするし。よっしゃ、ヘッドを下げて水を全部落とします。ついに完成しましたよ。いやー、なんとかここまで来ましたね。でラインテープ引いたら爆裂テンション上げ上げモードですよ。42歳のおっさんが何を言ってるんだかってことで、いやー、でもそれぐらい嬉しかったです。あ、右と左ちょっと違うように見えるのは、右から写真撮ってるのと左から動画撮ってるので若干違うのもあるんですけど、アームがついてるじゃないですか、コマが。あれはうまいことかわすようにちょっと左側だけ小加工をしてるんで、あの三角の形がちょっと違うって感じですね。いや、でもラインテープ引いたら本当にテンション上がりました。いや、これベタベタに見えるんですけど、実は結構車高上がってるんですよ。あの、まだコマ上げれるんですけどね。でこんな感じ。そしていよいよ三角の部分をマスキングして FRP を貼っていきます。ここはゆくゆくとカーボンに変わるんですけど、このまま上からカーボンを貼ってもダメなんですね。なんでかというと、そのカーボンの板で型取りしたら絶対に耳が内を巻いて合わなくなるからです。で、これはどうしたらいいかというと、ファイバーマットを貼った後に割り箸とか、まあ硬いものをね、あの階段形状のところに埋め込むんですよ。かパテを斜めに入れたりとかするんですね。で、それで型取りをして、上から再度 FRP を貼って、きちんとした、どういうんで、この字型にするって感じですかね。そうすると、カバーが内取りしない綺麗なカバーが出来上がります。その型でカーボンを貼るのがセオリーですね。っていう段取りです。で、これをした時はもう朝3時回ってましたね。全くもって何をしてんだか分からないですよ。3時どころじゃないですよ。これも5時ですからね。というわけで、翌日も頑張っていきます。どうもこんにちは。というわけで、あいつを今日もね、やっていきますよ。
まあ思いのほか進んだんですけど、ちょっと緊急事態でですね、今日この動画をアップするんですよ。今やってる作業が今日アップされるんですよ。明日の動画どうすんのっていうことですね。まあいいや、とりあえず今日は、先ほど説明したこうやって90度だとカーボン巻いた時にカーボンがくにって上内に巻くんですよ。だからフィッティングすごく悪くなるんです。なのでこういう風に若干未来のハの字をつけておきます。そうすることでカーボンを貼ります。固まって片鼻で刺して外した時にまっすぐに戻って正常みたいになってくれるというような、感じです。っていうのは普通では巻かないようにもできるんですよね。クロスをいろいろ手を加えたりすると巻かないようにはできるんだけど、後ろ側ってカーボンペラペラだと質悪いじゃないですか。なので厚み重ねたりもしないといけない、そんな感じです。というわけでここに黒パテを入れていきます。その前に削っとけなくて、それではセンターカバーの研ぎをやっていきます。でこの段階から、黒パテを作っていくんですけど、ハの字に若干なるようにパテ盛りの成形をしていきます。で樹脂はちょっと多めにしてちょっと固めの樹脂にしてます。これは肩をほどした時に反り合いがあったりするんで、まあ、一応こんな感じでオリジナルパテでまた成形していきます。でセンターパネル一応プレスライン入れとこうかなとは思ってますね。プレス入れると製品自体が強くなるので、まあ、そういうことで、ちょっとまだ考え中なんですけど、カーボンなんでねプレスあるとすごい映えるというか、そんな感じです。カーボン針はまたお知らせします。よっしゃ、アラ盛り完了。一応若干斜めになってますよね。これで肩を取れば、内向きで出来上がってくる感じですね。まあ、一応対応できるように幅広くは取ってます。よし、それじゃあこいつをこの段階でこさえていきます。で、クレー粘土みたいにこれはこさぎをしてますね。で今これなんでこれができるかというと、樹脂を多めにして硬化剤を減らしてちょっと難度を上げて、先にこういう感じで成形します。そうするとすごく研ぎやすくて作業は早いです。逆にカチカチにしたければ硬化剤の配合をちょっと変えるだけでカチカチのプラスチックに変わります。成形で肩取るんである程度柔軟性ここを持たしておかないといけない部分なんでね。で外し終わったら裏に石膏を流してガチッと固めるって感じですかね。まあ一応トリミングも終わって板金までしたらあとはカーボンを貼る段取りだけです。でもとりあえず試作なんでカバーだけをちょっと考えてやりますかね。よっしゃ、もうじきやぞ、やったぞ。よっしゃ、パーテ盛りまで行った。これを成形したら、一旦これで完成かな。で、結構時間を置いてから肩外していきます。とりあえず、でもまだもう一個やってなかったですね。あっこの一番後ろにダクトつけてるの忘れてましたわ。ダクトつけなあかんかった。なのであのダクトは、まあ、肩取りあるんで、肩取ってるんで、この肩を取って切り抜いてはめるだけ、もうそんなシンプルなんでいきます。よっしゃ、とりあえずご視聴ありがとうございました。ではでは。